は当チャンネルの説明会にお越しいただきまして誠にありがとうございます。動画のまずはじめに山田尾の方から注意事項がございますので、ぜひそちらをお聞きください。もうこれでいい？まだ帰るよ。ありがとうございます。ありがとうございます。私まだ納品終わってないんだからね。すいません。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで、皆さんお待たせをいたしました。はい、どうも心理学校の登録販売者山野でございます。はい、お願いします。はい、なおこさんありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。まず本題に入っていく前に、私の方からですね、なおこさんからお話もあった通り、事前の注意事項、はい、これを、お話ししていこうかなと思います。はい、まず大前提ですね。大前提として、この放送をするにあたっての、なんていうのかな、私の立場。はい。それをちょっと皆さんにお伝えしておこうかなと思うんですけど、前からずっと言ってるんですけど、私はいかんせん知名度がないもんですから、何回も言っとかなきゃいけないんですけど、私は基本的にその、ドラッグストアに関するお話とかっていうのを、テーマに取り上げたりとかよくするんですけど、なんか、それだけ見ると、なんていうの、もうドラッグストアの、味方なんかな、みたいな風に感じる方も、一部いらっしゃるかもわかんないですけど、全然そんなことないです。で、かといって、反対に別に敵でもないです。だから私はドラッグストアの敵でも味方でもないですよって言ってるんですよ。これ、常々言ってます。もう大事なことやから、もう一回言っておきましょうか。私はドラッグストアの敵でも味方でもございません。はい。強いて言うのであれば、皆さんの味方です。別になんかドラッグストアの元社員だからといって、ドラッグストアを優遇することもなければ、ことさらこう取り上げて、叩くことも別にないです。あかんもんはあかんやろっていうし、ええもんはええやろっていうし、まあ、是々非々の部分ですよね。っていう感じの立場なので、別にどっちでもないってことです。皆さんの味方ですってことですね。はい。これが前提。で、今回のことを放送、今回の放送に関する注意事項があるとすれば、次の3つやと思います。はい。まず1つが、なんでこの放送するかの部分ですね。私は綺麗事が嫌いです。企業の説明会ってさ、そういうこう、汚い部分が最初からそんなもんまるでないですよ、みたいな、そういう言い方するじゃないですか。要はその企業が自分に都合のいい、悪い事実がもしあったとして、それを言うときってどういうときかって言ったら、もう企業がそれに対して対策を打って、なんかもうちゃんとこれについては私たち改善しましたよ、みたいなことなんですよ。そういうときにしか言わないんですよね。それ以外の部分は、隠し寄るんですよ。言い寄らへんのんですよね。そう。私その嫌いなんで、これがまず一つ。で、次二つ目ですね。二つ目が、これ別に企業の説明会に関わったことではないんですけど、人ってね、自分にとって都合の悪いことにいかに向き合うかで人生の幸福とか決まるんですよ。これはもう心理学的にも科学的にも明確にそうなんですよね。そう。で、最後三つ目ですね。これが、今回、一番大きいところです。これがですね、ハーバードビジネススクールというところが行った研究で、それによると、結論ざっくり言いますね。みんな結局、視野狭窄によって、就職、転職、失敗するんだよっていうふうに言われてるんですよ。これなんで失敗するかっていうと、なんで視野狭窄になるかっていうと、人間には確証バイアスっていうのがあるんですよ。そう。自分に都合のいいことしか見えなくなるんですよね。例えばドラッグストアで言うんであれば、大手やから、お給料が保証されてるから、ここはいい企業に違いないとか、あとは、周りから聞いて、あそこに就職しといたら、もう間違いないよ、みたいな、なんか他人の意見を重要視しすぎるがあまり、自分でほとんど調べない、みたいなことが発生したりするんですよ。まあ、今言っちゃいましたけど、結局ね、下調べが足りないんですよ。そう。下調べが足りないことによって、みんな結局失敗するんですよね。そう。じゃあ、本題に入りましょう。どういうふうな、形で今回説明会を行っていくかっていうと、皆様からもうご意見をいただいたので、それをもう圧倒的メインでお伝えします。でそこに私の個人的体験談とかも添えて、私の感想も踏まえて、お伝えしていこうかなと思います。はい。こういうカテゴリーでのご意見が多かったよ、お話が多かったよっていう、ものをベスト5形式に分けまして、カテゴライズしましてご案内しようと思います。はい。第5位は、人手不足でした。では、どんな声をいただいているかっていう、一応代表的なものを2つ紹介します。フルタイムパートで当伴持ってるものです。とにかく人が少なすぎて私の店は、社員が2名しかいません。なので、パートだけで店を回す時間が多いです。慣れれば楽ですが、急に休む人も多くて、その分真面目に出勤してる人に負担がかかる職種だということを知っていてほしいです。ということですね。はい。あともう一方いきますね。はい。大体のドラッグストアは人手不足です。ただ、本部は人が減っても補充せず、同じ量の仕事をさせる、かっこ、なんなら増やしてくるので、完璧主義の人には辛いと思いますが、明日でいいことは明日やろうという精神で行きましょうということでいただきました。はい、ありがとうございます。本部ってね、
本部とか上司ってね、理由を説明しないんですよ。人間ってコントロールアビリティって言って、自己コントロール感を大事にするんですよ。自分で人生をコントロールしてる感覚っていうのをすごく大事にするんですよね。そう。で、これが、意味とか目的とか背景とかを説明されないと、自分でやってる感覚が生まれず、やらされてる感に、包まれて仕事が鬱陶しくなるんですよね。そう、そういうことです。はい。続きまして、第4位いきましょう。第4位ですね。第4位はどういう声が多かったかというと、接客の辛さです。お客様が具体的に探している商品を言ってくれない。テレビで見た洗剤どこなど商品棚に置いてないものを聞いてくる。メモを見ながら全ての商品を案内する。はい。こういうことよくありますよねっていう話ですね。はい。理不尽に怒りをぶつけてくる人が多いが気にせずスルーする。こういうこと必要ですよっていうスルースキルいるよってことを言ってくれてるわけですね。なんかこの価格やとなんか私が悪いことしたい人みたいな感じになってますけど、はい。はい、次ですね。全員 100% で薬を紹介しても、よく断られるし、やめた方がいい薬を選ばれるのもよくあるので、余計なお世話の精神を持ってないとしんどくなりますということですね。まあ確かにそう。これはほんまにそう。薬や、化粧品のこと以外にも雑貨の知識も意外と必要です。薬や化粧品は会社で勉強会や資料もありますが、雑貨についてはありません。一番取れるネズミ取りはどれかといった質問を受けたことがありますと。では、次、第3位ですね。いよいよベスト3です。ベスト3、第3位は何かというと、もうこれはもう、最もドラッグストアっぽいお話になってくるかなと思います。第3位は、推奨販売です。推奨販売でいただいた声紹介していきましょう。まずこちらですね。化粧品、医薬品の推奨販売があります。その推奨販売、その推奨品販売してからの、新会員さんも取っていただければ助かります。めっちゃ説明会っぽいですね。推奨品は週ごと月ごとに変わりますんで、その都度教えます。そのための勉強会もいたしますし、わかりやすい例え話は交えてやりたいと思ってます。わからないことは聞いてほしいです。もう切実に、本当に優しい先輩っていう感じですね。で、私これね、このコメント見て思ったのは、もう本当に当たり前のことなんですけど、この週ごと月ごとに変わるって、私はこれ問題やと思ってるんですよ。私がいたところもそうやったんですよ。例えば、一番わかりやすいのは、ハンドクリームとかめっちゃわかりやすくて、これ、はい、こういうね、ロコベースってあるんですよ。これね、これをね、秋口ぐらいからもうこれ売り始めるわけですよ。先月までずっとロコベースって言ってたのに、なんかその翌月になったらいきなりアベンヌ詰めたりするわけですよ。で、もうなんか一応ロコベースの売り場は維持してるんですけど、店員が一生懸命声かけしておすすめしてるのはアベンヌやったりするんですよね。いや、じゃあ先月までこのロコベースがもうなんか世界で一番素晴らしいハンドクリームですよぐらいの勢いで言ってたわけですよ。で、それをいきなりなんかちゃぶ台返したみたいに違うのがまたなんかまたもう一人世界一が現れたみたいな、そんな表現をするんですよね。全てがそうじゃないと思いますけど、少なくとも私がいたところはそうやったんですよ。それ問題やと思えへん。お客さんからしたら混乱するし、一貫性がないやんか。じゃあもう一個声いきましょうか。はい。バイトでも小売経験があると棚作りやポップ制作など苦にならないと思います。ただ、推奨販売はどうしても避けられないので、愛想の良さと営業力は必須だと思います。っていうことですね。はい。おっしゃる通りだと思います。はい。はい、次。推奨販売にどれだけ貢献できたかで扱われ方が変わると。切実。必然的に疎外感が生まれるんですよね。なんか、わかるかな？わかる？みんな多分わかると思うんだけど、特に若い女の子とかに多い。推奨販売とかね、頑張ってレジで声かけして売れたら、できるもん同士で、イエーイとかやって、こう、なんかハイタッチとかするんですよ。で、それをできない人が、遠目でこうやって見て、すごいねーって言ってるみたいな、こういう構図できるんですよ。これが生まれることによって、そのハイタッチしてる側は何も別にしてるつもりなかったとしても、この疎外感すごいねーって言ってる人側からしたらすごくいじめられてるとは言わないけど、はみごにされてる気分になるんですよ。そう。そこに社員が入っていって、中を取り持ったりであるとか、あなたはあなたでこういうところがあるからねっつってメンタルのサポートをしてあげたりとかっていうことしないといけないんですよ。そう。そういう世界。あったわ、まだあった。これ一番大事だった。はい。ノルマはありません。と、説明会や資料、ホームページに掲載されていたとしても、星取り表はある店舗が多い。ありますね。はい。数年に一回店長の人事異動があるんですが、その度に、お店の雰囲気、細かい規則が変わるんで、そこに対する柔軟性を持っていた方がいいというふうに、ご解説いただいてます。はい。もうこれおっしゃる通りだと思います。本当に、これ全く私も、同じ、まあ私だけじゃなくて多分みんな感じてると思うんですけど、なんやろうな。まさにその通りだと思います。そう。だから私言いましたよね、さっき。ノルマはないと言いつつ、別の形で何か求められるよっていう話しましたよね。まさにこれですよ。では次、第2位ですね。第2位。第2位は何やったかっていうと、
力仕事です。ではですね、どんな声をいただいたのかっていうことも紹介していこうかなと思います。まずこちらですね。はい。納品の量が多く接客どころではないということですね。はい、次。思ったより力仕事が多い。高年齢のお客様は買いたいものについてすぐにする必要がある。あれどこやってやつですね。はい。これも、このね、多分全体を通してよく出てきたワードなんですけど、思ったよりっていう、これなんですよ。これがすごく多かったの、これ。で、私だからさっき冒頭言いましたよね。人間は就職するときに視野狭窄になりますって、下調べが足りてなさすぎるから失敗するんですよって言いましたよね。この思ったよりっていうところに全部詰まってるんですよ。じゃ次。食品比率が想像以上に高いため、出ましたね。想像以上出ましたよね。はい。品出しや前出し、期限チェックなどヘルスケアやビューティーの対応するさ、作業割合は低いですと。はい。ね、言いましたでしょ？想像以上にって言ってるでしょ？そう、そうなんですよ。はい、次。で、出たでしょ？ね、思ってた以上にって言ってるでしょ？思ってた以上に体力を使う仕事。はい。登録販売者の資格を取ったからといって、積極的に接客できるわけではなく、活かすわけではなく、日々の業務に追われる毎日だと。ただ、その中でも工夫次第でいくらでも、時間を作ることはできるし、カスハラと言われる客でも、接客次第で、幽霊な常連さんにも変わる。心理学多めの山野さんの教えは役に立つで、ということで、ありがたいことにいただいてますね。はい。おそらくこれ、凡人賢者アカデミーの、方のご意見やと思うんですけども、はい。なので、しっかり、まあ、なんか桜みたいになってますけど、決してそんなことはないですからね。桜やったら、こんなわざとらしい意見わざわざ採用しないですからね。そうなんですよ。まだあるんですよ、力仕事は。はい。レジ応援は走っていてというお店があるので体力必須ですということですね。はい。こういただいてますね。スーパーの店員と何ら変わらない業務ばっかりです。品出しレジ打ちばっかりでその日の仕事が終わりません。そうなんですよね。そう。これ非常に重要。はい。いよいよ第1位ですね。これはね、私もちょっとカテゴリー分けちょっとしづらかったんで、広い概念でまとめさせていただきました。どう言ったらいいんやろ。ドラッグストアってこういう業界ですよ。こういう働き方をしなければならないお仕事ですよっていうことでまとめてくれた、そんな方が非常に多かったので、そういった声を、カテゴリーでまとめさせていただきました。一応まとめ方で言うと、第1位は働き方です。はい。こういう働き方、こういう業界だよってことをまるっと説明してくれた。そんな声が多かったんでまとめました。皆様の声紹介していきましょう。売り場の商品の位置はなるべく早めにざっくり覚えるべし。レジ、品出し、接客は臨機応変さが大事。考えてみてもわからないことはひとまず、先輩もしくは社員、店長に相談してから動くべし。推奨販売提案だけ、あくまで魂を売る時間として気持ちを切り替えられるようにってことですね。はい。土日ほとんど休めません。腰を悪くする人が多いです。はい。次行きましょう。とにかく体力は必要。私の場合はコロナではなかったんですが、1ヶ月発熱がある状態で仕事を続けていました。要するに倒れない限り人員不足の店舗に配属になれば、高級以外の緊急で休むことは許されない。また管理職になれば上司以外に部下やパートナーからもあれやこれやと言われ、メンタルヘルスでやられるんで、とにかく耐え抜くメンタルの強さか、無視して我が道を進んでいけるメンタルを持つ、かっこ養う力が必要ですと。お客様の理不尽な、対応より、スタッフの理不尽な対応に身を削ることの多い職業のような気がします。ああ、わかるな。特にまだ少ない女性管理職はみんなから標的にされやすく、また、舐められてるような態度を取られ、かつ威圧的に振る舞うと男性以上にパワハラと呼ばれる傾向にあります。どんな仕事も楽ではありませんが、いろいろな職種に転職してきましたが、その中ではかなりきつい仕事だと思いますという切実にリアルな話をいただきましたね。ありがとうございます。はい。ただこの1ヶ月発熱がある状態でというのはやばいですね。これはでもね、なんやろな、転職した方がいいと思うよ。次。基本的に品出しや指示出し、指示受けが多い。医薬品に関わる、時間はさほど多くはないが、常に医薬品に関するアンテナを張るべし。はい。はい、次。かっこ、店にもよりますが、1、2時間ごとのワークスケジュールで働くんで、時間管理ができるといいです。例えば、次の時間メインレジだから片付けて手を洗ってトイレも行きたいなってなると、今してる作業は5分前には切り上げた方がいいの、はげた方がいいのですが、意外とできない人多いです。ああ、時間管理ね。それは確かに多いね。そう。目の前のことに夢中になる人ね。これね、何が原因かっていうとね、結局ね、やらなくていい仕事を探すのがみんな下手くそなんですよ。そう。作業ってね、なんていうのかな。一定マニュアルあるし、やらなきゃいけないことも決まってるんですけど、みんなそれを全部やろうとするんですよ。そう。でも、全体の時間を考えたときに、今日は時間がある日なのか、今日は時間がない日なのか、全然違いますよね。その時間がある日と時間がない日の動き方が一緒なんですよ。故に、みんな時間がない、時間がないってなるんですよ。そう。それおかしいよねってことなんですね。はい、次。これ最後かな。はい。ドラッグストアの仕事は本当に多岐にわたり、資格があるからといって、医薬品の販売だけに従事できるわけではなく、納品、品出しなどの力仕事をはじめ、煩雑なレジをこなし、
ポップ作成やパワーボなどの資料作成など、販売も事務をこなさなければなりません。その会社、店舗で自分ができることは何か、何がしたいか、ただ漠然と、万全と与えられた仕事をこなすだけでは、難しいと思います。それを実現するには、お店のみんなを巻き込む力も大切なので、自分の弱さ、苦手な部分を自己開示することでラポールを築き、仕事で失敗して落ち込んだり、カスハラで嫌な思いもすることもありますが、そういう時にはセルフコンパッション。素晴らしいですね。そういう時にはセルフコンパッションで自己肯定感を上げることが大切です。また、風通しのいいお店作りをしていくためには、上司との朝アーションも必須だと思います。入社する前にまずやるべきことは、本件に入会してこれらを学ぶことでしょうか。ありがとうございます。まあ、がっつり多分、ボンケン生の方なんですね、これね。一応、多分、単語がわからないところがあると思うので、一応私が補足しましょう。ありがとうございます。はい。まず、ラポールっていうのは信頼関係のことですね。はい。で、セルフコンパッションっていうのは、ありのままの自分を受け入れる技術のことですね。セルフコンパッションです。はい。まあ、書籍で言うと、これですね。これ。はい。セルフコンパッションですね。はい。でもね、これ、セルフコンパッションって、ドラッグストアでやっていく上では、めちゃくちゃ重要で、特に登録販売者は重要やね。登録販売者やる上でセルフコンパッションやってなかったら多分終わるわ。っていうか、登録販売者ってね、横との比較が止まらない世界なんですよ。っていうのは、先輩登録販売者もいれば、他の薬剤師もいれば、外の世界に出れば医師もいますよね。要はその医療の知識っていうことにくくっていうと、すごく比較をされやすい、しやすいところなんですよ。あっちの人の方が、あっちの登録、先輩登録販売者の方がたくさん知ってて経験も積んでいる。で、薬剤師の方が明らかに圧倒的に薬の知識を持っている。で、外に出れば医師の知識もあるってなってきたら、登録販売者の自分って何なんやろ、ポツンみたいな、なんかそういうことに陥りやすい職業なんですね。だから横の比較してたら、めっちゃやむんですよ。そう。で、そうすると、ありのままの自分を受け入れられなくなって、やめたくなるんですよね。そう。でも私は登録販売者はセルフコンパッション重要だよっていう話してます。自分をありのままの自分を受け入れて、成長マインドセットを身につけて前に進んでいきましょうね。それを力にしていきましょうねっていうようなやり方をお伝えするんですよね。それを言ってくださってるっていう感じですね。これは。はい。はい。で、次の風通しのいいお店作りをしていくために上司とのアサーションも必須だと思いますって言ってくれてますね。これアサーションって何かっていうとアサーティブコミュニケーションの略ですね。はい。アサーティブコミュニケーションで、ね、書籍で言うとこれですね。はい。夫婦カップルのためのアサーションですね。これ何かっていうと自分の本音を相手を傷つけることなく伝えること、これをアサーションっていう風に言います。みんなね、上司とのコミュニケーションですげえ悩むんですよ。そう、さっきから言ってるような、例えば連休が欲しいとか、なんか土日休みたいとか、納品が多すぎてめっちゃしんどいとか、こうなんか働きながらのその不満材料とかあるじゃないですか。で、こんなんも、みんな言わないんですよ。てか言えないんですよね。そう、自分の本音を言うことを隠すんですよ。そう。でもそれちゃんと言っていかないと自分のその、なんていうのかな、人生いつまでも、幸福にならないよみたいな話をするんですけど、それを言うのが苦手なんですよね。その時に使うテクニックがアサーションですね。はい。というわけで、本日以上です。ありがとうございました。まとめましょうか。第5位が人手不足。第4位が接客の辛さ。第3位が推奨販売。第2位が力仕事。第1位が働き方でございました。ありがとうございます。はい。なので、これから、アルバイト、パート、新卒、中途、もう全部、とにかくドラッグストアに入ろうというふうに思ってる方っていうのは、ぜひ、今回の放送を参考にしていただいて、それでも入ろうかどうか、判断材料にしていただければなと思います。はい。今日いただいたお悩みとか苦しい声に対する回答、こうすればうまくいくんだよっていうような働き方とかも含めて、はい。全部解決方法を具体的に提示してるのが凡人建築アカデミーなんで、はい。ぜひ、それではまた次回の動画でお会いしましょう。お楽しみ。